コンセプシオン大学は略称ユデックで知られるチリで最も有名な大学の一つであるチリ大学サンティアゴでチレ大学に次いでチリ国内では3番目に古い大学でありチリ伝統大学にも選ばれているチリ南部最古でもありチリ最初の私立大学でもあるその上サザンクロスユニバーシティネットワークにも所属している大学であるメインキャンパスは コンセプシオンにあるが、ちゃんとロスアンヘレスにもキャンパスがある。2012年度の QS ユニバーシティランキングでは、ラテンアメリカ地域で9位にランクされた。2011年度の地域ユニバーシティランキングでは、チリ国内で2位ラテンアメリカ地域で19位にランクされており、経済雑誌、アメリカエコノミアの2010年度、サー・アイビロアメリカンランキングでは、チリ国内で3位に、 ランクされている。大学フォーラムにある大学の創業者を称えた彫刻19世紀末期から20世紀初頭にかけてコンセプシオン出身の学生たちは高度な学問を身につけるためには首都のサンティアゴに出なければならなかったことからチリ南部にも大学を創立しようと嘆願する運動を開始した。しかしこの運動は非常に高いレベルでの組織づくりを要求されたため長続きしなかった。 1917年2月のチリの大手新聞、エルスールでは、以下の記事を載せている、The idea of creating a university cannot yet be possible because of the lack of organization of those who want to create it. エルスール、1917年。1917年3月23日、最初の公的な会議が開かれ、コンセプシオン市民の2つの願いを叶えることを、 約束した。討論の後、委員会はこの二つの計画の作成を司ることに着手した。二つの計画は、病院の建設のためには、新たな医科大学を作ることが、元となっている点で関連性があった。委員会のメンバーの中には、エンリケ・モリーナ・ガーマンア、ペドロ・のラスコ、エドムンド・ルーリーナズ、ビル・ジニオ・ゴメスといった有名な人物も含まれていた。 委員会で提唱された委任状は、地理国会でも議論され、大学創設が可決された。そして1919 19年5月14日に、大学が創立された。初大学長には、エンリケ・モリーナ・ガーマンアが就任した。今日では、大学は、ユニバーシティ・オブ・カンセピシン・コーポレーションに所属する、多様な組織から成り立っている。ロトは、メインの組織の一つである。 これらの基金によってコンセプシオン大学はチリの中でも最も近代的で重要な大学の一つとなっている。コンセプシオン大学はチリ国内に3つのキャンパスがある。コンセプシオン、チャン、ロスアンヘレスにある。コンセプシオンにメインキャンパスがある。コンセプシオンキャンパスにある医学の門大学地区にコンセプシオンキャンパスは一致している。キャンパス全体で シウがニーバーセタリアとして知られている、美術館、彫刻、公園を含んだ一大施設を形成している。2014年現在、敷地面積は142万5千平方メートルで、ある。大学は、コンセプシオン市における学術、科学、文化、工業技術、そして研究の中心的存在となっている。ホルヘゴンザレスカマレナの壁画、プリセアで、アメリカラティーナが、 大学校内のカーザ・デル・アルテにある。2010年にコンセプシオン・キャンパスは20世紀前半に創立されたチリの重要建築文化財の一つに選ばれた。過去100年間にチリの都市の景観を変え国民の慣習の質を最も向上させた建築物としてオブラ・ビセンテイン・ハーヨ賞も受賞した。1960年代に メキシコ政府より寄贈された、ホルヘ・ゴンザレス・カマレナの代表作。ラテンアメリカ大陸の長い歴史を通して、ラテンアメリカの人々と文化との連帯を描いている。治安キャンパスは、1955年に、多くの団体、欧米の大学など、の支援を受けて創立された。農学分野に特化したキャンパスであり、約2000人の学生、100人以上の教職員、250人の 職員がいる。ロスアンヘレスキャンパスは1962年にビオビオ州の人々が当時の学長デビッド・スティッチ・キン・ブランバーに要請して創立された。現在では1300人の学生と35人の常勤講師、それにパートタイムの複数の職員がいる。コンセプシオン大学には18の大学校及び学部がある。現在の学長はセルフィオ・ラバンチー・メディノである。 コンセプシオン大学は地理伝統大学の学長協議会に所属している。歴代の学長一覧は下記の通りである。ありがとうございます。